ここは小値賀町前潟郷にある愛宕園地です。チャンネルをご覧の皆さん、おはようございます。今朝の朝日はどうかなと愛宕園地に散歩に行ってきました。目の前にそびえるのは世界文化遺産に指定されている野崎島です。気持ちがいいですね。そして野崎島の隣の方には佐世保市の宇久町もよく見えています。本当に空気が気持ちよくて清々しい朝です。皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。